ドンと JBL Charge 4、こちらを今回紹介していきます。JBL、 これはチャージ3を自分使ってます。2年ぐらい前に買ったもので結構もう使ってるんですが、これと比較してレビュー今回していきたいと思います。これチャージ3の方のパッケージなんですけど、パッケージは明らかにちっちゃくなってる。こう見ても分かるように、ここの長さは一緒だけど高さがだいぶ少なくなってます。箱はコンパクトになってます。外装の違いはこんな感じです。ということで、とりあえずこの JBL チャージ4を開封していきます。まずパッケージ。パッケージはまあ表にはまあこんなイラストが書いてあります。まあ、防水っていうことがね主張されてるような、イラストが書いてあります。でここに JBL ファーマンという表記があって、まあ、Bluetooth 対応で今回充電の持ちが20時間持つらしいです。でこちらには JBL コネクトというね、JBL のスピーカー同士をつなぐことができる、機能があるらしくて、JBL チャージ3の方は JBL コネクトっていうのが入ってたんですけど、それはスピーカー2台までしかできなかったんですが、この JBL コネクトプラスっていうのはスピーカー100台までつなぐことができるという機能になってます。そこをアップデートかもしれません。で裏にはこんな感じで、まあ、チャージ3、まあ、名称の通りこうモバイルバッテリー機能があって、この USB 端子が背面にあり、スマホとかね iPhone を充電できるという機能があります。で脇にはまあ20時間バッテリーが持つということと IPX7 の防水に対応しています。パワーバック、まあモバイルバッテリー機能があるというのと JBL コネクトプラスに対応しているということが書いてあります。イラストこんな感じ、充電できますよということがね書いてあります。まあここにはねもう楽しめよということが書いてあります。もうアクティブスピーカーということでね。それでは早速開封の方をしていきます。そこにテープがあるのでこれをカットします。でそしたら裏面にしてここに取っ手があるんで、この表向きです。表向きにしてこんな感じで開けます。で、ここにねちゃんと蓋がついてて、これを取ると、まあ、本体が出てくると。これはスポンジ、特に何もないやつです。はい。で、まあ、本体の前にこれ多分説明書とか充電器とかだと思います。まず説明書、クイックスタートガイドが入ってます。あ、で今回こっちの、チャージ3の方はマイクロ USB 端子だったんですけど、今回も時代に合わせてタイプ C になったということで、このね USB タイプ C のケーブルがついてます。これは本体の充電もできますし、 Android の端末だったら、まあ、これで充電できるところです。 AC アダプターは付属してないのかな。ちょっとこれ中覗いてみますか。 Bluetooth ペアリング、まあ、Bluetooth 対応、そしてプレイ、まあ、この上部のスイッチで、音量のプラスマイナス再生とこの JBL コネクトスイッチがついてるって感じです。コネクト、まあ、スピーカー100台はね接続できるっていうことがね、書いてありました。JBL のアプリを入れて、まあ、この複数のスピーカーでね多分左右を割り当てたりそういうことができるらしいです。 Google プレイでも App Store でもどっちでも、ダウンロードできます。ウォータープルーフ、IPX7 に対応してるんで、1メートルの深さに30分置いといても浸水しないということが規格になってるそうです。はい、じゃあ本体よっということで、じゃあまあ本体の開封をしていきます。よし、はい、おおすごい真っ白。今回白購入したんでねこんな感じになってます。おお、なんかチャージ3と比べて近代的なデザインになってる気がします。ちょっとサイズ的には大きくなってる気がする。まああんまりねパッと見デザインは変わってない気がするんですけど、ちょっと大きくなったように感じます。パッシブラジエーターのところは確実に大きくなってる。こっちの方が多分こっちの方が振動幅が大きいような作りになってるらしいです。で多分スピーカーの、出力も多分大きいはず。表のこの繊維はそんなに変わってないような感じで、背面はちょっとデザインが変わってるって感じになってて、このインジケーターも同じ感じなんです。で上のボタンもそんなに変わってない。ちゃんと電源のマークになってます。最初買った時はこれ電源なんですけど、電源どこで入れるか分かんなくてちょっと戸惑った覚えあるんですけど、まあ、こっちはこう電源のマークがちゃんとあるんでこれは分かると思います。まあ、高さっていうかこの長さは全然違う。うん、だからこっちの方が作り的にはしっかりしてる印象があります。まあ、一番変わったのはここ、端子がタイプ C になったということです。この充電、スピーカーの充電がタイプ C になりました。このチャージ3の方はマイクロ USB なんですよ。でちょっと配列が変わってる。チャージ4の方は一番左が充電で、右にイヤホンジャック、充電ってあるんですけど、一番左にイヤホンジャック、スピーカーの充電、アウトプットの充電があるって感じになってます。ちょっとここは順番が変わってる。この蓋も開けやすくなった気がします。これ結構買ったばっかの時すんごい開けづらくてあれだったんですけど、これ結構今新品でも開けやすいです。でも多分防水の性能は上がってると思います。ということで電源をオンしていきたいと思います。お、音は相変わらず。でペアリングモードになりました。そしたら、Bluetooth つなげてもらって JBL Charge 4 に接続、はい、接続されました。前よりこのチャージ3より音に深みが出た気がします。なんか低い音が結構やっぱりここの口が大きくなっただけ深みのある低音に聞こえます。じゃあちょっと音質の比較をしてみます。はい、じゃあちょっと実際にチャージ3と4の音質の比較をしていきたいと思います。マイクはこのカメラ、キヤノンの EOSKISS X8i の内蔵マイクで、音量はちなみに半分でいってみます。今1曲聴いてみて思ったのは、こっちの方がこうドンドンってくる低音は、両方聞こえるんですけど、連続的な低音、ベースで出すような連続的な低音は結構こっちの方が深みのある再生をしてくれるなと思いました。音の出る方向はね、前でこう360度スピーカーとかじゃないんですけど、結構ねこっちよりは広がりのある音が再生できるのかなと思います。なのでね、こう外に持ち出して使ったりするのにはこっちすごい適してるんじゃないかなと思いました。はい、ということで本日は新しい Bluetooth スピーカー JBL Charge 4をね紹介してみました。チャージ3と比べてね大きな進化があり、タイプ C ポートが対応して、出力が全体的に大きくなって、低音がよりしっかりと出るようになって、結構ね近代的なスピーカーになったのかなと思います。もちろんね試してないですけど、マイクが入ってるんでこれで通話したりとかなんか検索したりとかそういうこともできるらしいです。でもちろん、水にドンってやっても大丈夫だし、外でねバリバリ使えるようなタフなスピーカーになってるんだと思います。ではまた、さよなら。